今回は USC の問題児 DJ ディラ賞の紹介をしたいと思います。 DJ ディラ賞です。 MMA 戦績16勝4敗、 USC 戦績12勝4敗、アメリカ合衆国出身の35歳、元 USC バンタム級王者です。独特の構えとステップ、スイッチを多用し、変則的なキックを武器としたトリッキーな打撃で相手を効かし、圧倒的なレスリング力、終始動き続けるスタミナを持つなど、すべてにおいてレベルの高いオールラウンダーです。ディラ賞は高校大学とレスリング部に所属。高校時代には優秀な成績を収め、好待遇の推薦で大学に入学。大学時代は NCAA ディビジョン1で活躍、全米10位にランクされた実績を持ち、レスリングで優秀な成績を収めました。大学卒業後、友人で USC ファイターであるユライア・フェイバーの勧めもあり、カリフォルニアのチームアルファメールで MMA のキャリアをスタートさせました。2010年、ローカル団体で MMA プロデビューをすると、圧倒的な強さで4連勝を挙げ、2011年、USC 契約をかけたリアリティショー、タフこと、ジ・アルティメット・ファイターに抜擢され、MMA を始めてわずか約1年半で、USC との契約のチャンスをつかみました。予選では、グランドでのエルボー連打で1ラウンド TKO 勝ちを収め、合宿所入りを決めると、マイケル・ビスピン率いるチームビスピンに所属し、初戦、準決勝と危なげなく勝利し、決勝に進出。決勝では驚異的な強さで決勝に勝ち上がってきたジョン・ドットソン相手に左フックから追撃のパウンドをもらい TK を負け、 MMA 初黒星を喫しました。しかしタフでの活躍が評価され、2012年2月 UFC 本戦初出場が決定し、 UFC と正式に契約を果たしております。タフ決勝で敗北を喫し、 UFC との大型契約を逃した TJ ディラ賞でしたが、ここから驚異的なスピードでトップまで駆け上がります。2012年2月 USC 本戦初出場ではワレル・ワトソンと対戦し、トップコントロールからパウンド、肘でフィニッシュ寸前まで追い込み、ジャッジ2人が30対25をつける大差の判定勝ち。2012年7月山本キッド・ノリフミ選手から腕十字で一本勝ちを収めているババン・リーと対戦し、1ラウンド立ったままネック難攻を決めて一本勝ち。2013年3月当時クレイジービー所属田村一世選手と対戦し、左ハイからのパウンドで KO 勝ち。田村戦の数ヶ月前から、かつて戦国でゴミ高則選手、K1MAX で正人選手とも対戦経験のあるドゥエイン・ラドウィックがチームアルファメールのヘッドコーチとして加わり、スイッチを多用する独特のコンビネーションを使った現在のファイトスタイルに変化し、ディラ賞の打撃力は大きく向上しました。2013年4月、USC 2連勝中、ボクシング、テコンドーをバックボーンに持つストライカー、ウゴビアナと対戦し、1ラウンド右フックからのパウンドで TKO 勝ち。2013年10月、当時ランキング5位、ハファエル・アスンソンと対戦し、判定2対1、スプリットの判定で敗れはしたものの、海外のメディアサイトでは、13人中10人の記者がディラ賞勝利を支持し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得。2014年1月、当時ランキング7位、柔術、テコンドー黒帯のマイク・イーストンと対戦し、左ハイでぐらつかせ、常に手数で上回り判定勝ち。USC 契約後、6戦5勝の成績を上げ、2014年5月、当時絶対王者、ヘナン・バラオンとの USC バンタム級タイトルマッチ挑戦権を獲得しました。当時 USC バンタム級王者、ヘナン・バラオンは、MMA 戦績32勝1敗、9年間負けなしの32連勝中という、驚異的な記録を保持しておりました。前線では TJ ディラ賞の所属チームアルファメール代表ユライア・フェイバーに1ラウンド TKO 勝ちで防衛しており、盟友の敵討ちをすべく MMA 戦績10勝2敗の TJ ディラ賞が MMA 戦績32勝1敗の驚異的な戦績を持つ絶対王者に圧倒的不利とされている状況で挑みました。しかし試合は1ラウンドディラ賞の右フックでダウンを奪い、フィニッシュ寸前まで追い込むなど、終始ディラ賞がバラオンを打撃で圧倒。5ラウンド左ハイからの左ストレートでダウンし、パウンド連打で TKO 勝利を挙げました。この大番狂わせには世界を震撼させました。 TJ ディラ賞は USC バンタム級新王者に輝きました。ディラ賞の打撃力を大きく向上させたヘッドコーチドゥエイン・ラドウィックと抱擁、コロラド州に新たに自身のジムを設立するラドウィックはこの試合を最後にチームアルファメールを離脱しております。そしてユライア・フェイバー率いるチームアルファメールにとって初めての USC のベルトを獲得しました。試合後 TJ ディラ賞は、信じるだけでいいんだ、自分が世界一だって思っていればそうなるんだ、1ラウンド終盤にダウンを奪った時は実感しなかったが、2ラウンドに彼の目を見て多分壊れているなと思った、作戦は足を使って構えをスイッチして角度を使いスピーディーに動くことだった、それがうまくはまった、キャンプでもコーチのドウェイン・ラドウィックに言われてその練習をしていたと話しました。試合後 USC 代表デイナ・ホワイトは、 TJ の初防衛戦はヘナン・バラオンとの再戦になるだろう、私が間違ってたら言ってくれ、ずっと無敗だったバラオンにチャンスを与えない手はないんじゃないか、
ヘナン・バラオン対 TJ ・ディラショーは誰もが狂喜乱舞した。誰もバラオンをあそこまで追い詰めたことはなかった。バラオンは10年近く無敗で今回負けただけだ。私はもう一度この試合が見たいと話しました。そして2014年8月ヘナン・バラオンとのダイレクトリマッチが決定。しかしヘナン・バラオンが前日計量直前の減量中にダウンし欠場。代役として同大会に出場予定だったジョー・ソトとの USC バンタム級王座初防衛戦が決定しました。ジョー・ソトは初代ベラトールフェザー級王者であり、当時 MMA 戦績15勝2敗。バラオン欠場でジョー・ソトは USC 初参戦にしていきなりタイトル挑戦というビッグチャンスを得ました。試合はディラショーが終始手数で上回り圧倒し、5ラウンドにハイキックからの左ストレートで KO 勝ち。ディラショーは王座初防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞しております。2015年7月2度目の防衛戦としてランキング1位の挑戦者ヘナン・バラオンとの再戦が決定。試合は前回同様、終始バラオンを手数で圧倒し続け、スタンドパンチ連打で4ラウンド TKO 勝ち。 TJ ディラショーはバラオンを返り討ちにし、2度目の王座防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞しております。DJ ディラショーは MMA を始めてわずか約2年で USC と契約。 USC 契約からわずか約2年で USC バンタム級王者に輝き、2度防衛に成功するなど MMA ファイターとして驚異的なスピードでトップまで駆け上がってきました。しかしここから DJ ディラショーにとって大きな転機が訪れます。 DJ ディラショーはチームアルファメールに所属しながらもコロラド州にあるバンムエタイにてディラショーの大記録を大きく向上させた元チームアルファメールのヘッドコーチウェイン・ラドウィックに教わっておりました。ラドウィックはシャードックのインタビューでこのように話しておりました。実際のところチームアルファメールで本気でチャンピオンになりたいと思っていたのは DJ だけだった。彼は誰よりも練習熱心だった。彼は誰よりも体を酷使していたし、チャンピオンになれると信じていた。チームアルファメールの練習を見ればわかるが DJ だけが突出している。もう僕はチームアルファメールに必要とされていないが、僕がいた方がベターなのは間違いない。ちゃんとしたキャンプをしていればチャド・メンデスはベルトを巻くことができた。アルドとのタイトルマッチの前、彼がコロラドに来てバンムエタイで練習するプランもあったんだけど実現しなかった。チャドには修正の余地があったし、それができていれば今頃チャンピオンになっていたよと話しておりました。それに対しチームアルファメール陣営は激怒。チームアルファメールに所属しながらもラドウィックに教わっている DJ ディラショーは板挟みになっておりました。文脈の一部が切り取られただけだと思う。俺が自分がベストだと思っているように、ラドウィックは自分がベストだと思っている。単なるパーソナリティの違いだよ。俺はラドウィックとの関係は続いている。俺はラドウィックがベストコーチだと思っているし、ホームにはベストなチームアルファメールがある。両方とうまくやってかなきゃいけないし、どちらかを選ぶ必要もない。実際は些細なことだし、バランスが崩れただけだと話しておりました。しかし2015年10月、ディラショーは長年所属したチームアルファメールを離脱し、コロラド州にあるエレベーションファイトチームに移籍することを発表。ディラショーの判断の裏には、今後もコロラド州にあるラドウィックのバンムエタイで練習を行いたいと思っている中、同じコロラド州にあるエレベーションファイトチームから所属選手になるとジムから給料を支払うという条件を提示されたため、チームを移籍し練習拠点を完全にコロラドに移すことを決意したそうです。チームアルファメール代表のユライア・フェイバーは DJ ディラショー離脱について、本当に不愉快だし明らかにうさんくさい、全く予想外の出来事だからね。彼はこれが大チャンスみたいなことを言ってるけど、バカ言っちゃいけないよ。僕たちは本当に親しかった。彼が苦しい時期に一緒に住んでいたこともある。彼をチャンピオンにするためにずっと練習も手伝った。彼は自分を育てた栄光の大きな要因だった。家族を捨てたんだと話しました。それに対しディラショーは、予想以上に辛い決断だった。こういう決断をするときに人間性が出る。僕はチームのみんなのことを考えたし、みんなもそうだったんだけど、ユライア・フェイバーは思っていたより厳しい態度をとってきた。前回のキャンプで僕はユライアとウェイン・ラドウィックの板挟みになってしまった。彼らは互いに口論しているし、それは僕にとっては辛い。全面的に信頼して僕にタイトルを取らせてくれたコーチと練習しちゃいけないのかい。この2年間で僕のキックボクシングは大きく成長したし、それはラドウィックによるものだ。前回の2度目のヘナンバラ温泉はカリフォルニアのアルファメールとコロラドのバンムエタイの半々で練習を行っていたから本当に大変だった。だからずっとコロラドのチームとコーチ陣でキャンプをした方がいいと思ったんだ。僕はユライアに、次の試合はよりベストの準備をしたい、だから全てのキャンプをコロラドですると言った。それに対しユライアはかなり厳しい態度を取ったし、実を言うとジムから追放された。もうチームアルファメールで練習することは許されない。他の場所で練習することでこんなにおかしなことになるとは思わなかった。ベストフレンドもたくさんいただけに辛いと話しました。
ここから DJ ディラショーはアルファメールの批判をはじめ、ユライアもジムや練習環境ではなく DJ ディラショーの個人的な問題を口にするようになり、 DJ ディラショー VS チームアルファメールの構図は完全に対立してしまいました。そのような経緯がありながらも、復帰後初の試合として2016年1月 USC バンタム級3度目の防衛戦でランキング1位の挑戦者ドミニク・クルーズとの対戦が決定しました。ドミニク・クルーズは元 USC WEC バンタム級王者であり、当時 MMA 戦績20勝1敗 USC バンタム級王座をユライア・フェイバー、デメトリアス・ジョンソンといった超強豪相手に2度防衛するも、膝の前十字靭帯を負傷し長期欠場のため王座を返上。試合前、ドミニク・クルーズは、僕のファイトスタイルのファンは多いみたいだね、 DJ ディラショーはその典型例だ、僕に憧れているんだろう、それはマイケル・ジョーダンを見てダンクシュートをした子供と何ら変わらない、彼は僕になりたかっただけだ、彼にスポットライトが当たったのは僕が長期欠場していたおかげなんだから感謝してほしいと話しておりました。試合はハイレベルな攻防を繰り広げるも、有効打の数でやや上回られ、2対1スプリットの判定負けを喫しました。ディラショーは3度目の防衛に失敗し王座から陥落しました。 WEC 時代 USC バンタム級創設時から長きにわたり王者に君臨していたドミニク・クルーズ相手に王座陥落してしまうも、ディラショーは止まることなく進み続けます。2016年7月、かつて敗北を喫しているランキング3位、当時7連勝中のパワエル・アスンソンと再戦し、常に手数で上回り、判定勝ちで3年9ヶ月越しのリベンジに成功。2016年12月、ランキング2位のジョン・ニレカーと対戦し、テイクダウンを何度も奪い、パウンドで削りまくり判定勝ち。そして2017年11月、当時バンタム級王者、コーディ・ガープラントとの USC バンタム級タイトルマッチにたどり着きました。コーディ・ガープラントは当時 MMA 戦績11勝0敗 QKO 勝ち、ボクシング出身で素早いハンドスピードと相手を一発で沈めるノックアウトパワーを持ち KO を量産。前戦では DJ ディラショーから王座を奪った当時13連勝中のドミニク・クルーズから3ラウンドと4ラウンドにパンチでダウンを奪い、試合中に挑発を繰り返すなどの余裕を見せ判定勝ちを収め、 USC バンタム級新王者に輝いておりました。またガーブラントはチームアルファメール所属で TJ ディラショーとは元同門、かつては練習パートナーだった2人ですが、 TJ ディラショー VS チームアルファメールの一件以来、記者会見やメディアで顔を合わせるたびにお互いを激しく非難し合う関係になっておりました。また両者は USC 契約をかけたリアリティショータフことジ・アルティメットファイターシーズン25にコーチ役で出演、チームアルファメールのユライア・フェイバーも交えて常に小競り合いを繰り返しており、両者の緊張関係は沸騰寸前にまで高まっておりました。試合前、コーディ・ガープラントは DJ 戦には絶対の自信がある、この世界でやっていく自信を与えてくれたのは DJ なんだ、彼が王者だった時俺は1勝0敗で上に行こうとしていた、それで DJ とトレーニングをした時こいつが世界王者って思った、そこで俺も世界王者になれるって分かったんだ、つまりトレーニングを続けていい人間でいれば目標を達成できるって、そして今俺は26歳で世界王者になっていると話しておりました。世界中から注目を集めた因縁の世界戦は衝撃の結末を迎えます。1ラウンド終盤にディラショーは右フックでダウンを奪われるも、2ラウンド中盤にハイキックでダウンを奪い返し、最後は右フックでダウンを奪い追撃のパウンドで2ラウンド KO 勝ち、無敗のノックアウトアーティストコーディ・ガーブラント相手にインパクトのある勝利で王座奪還に成功し、 USC バンタム級新王者に輝きました。試合後ディラショーは、このベルトはずっと俺の腰に巻かれているべきなんだ、コーディは速いからボディとローに蹴りを入れていたらそのうち頭部が開くと思っていた、どちらにしろコーディはガードが低いからチャンスはあった、彼は若くて強いしまた戦うことになるだろう、これがコーディ・ガーブラントの最後じゃないさと話しました。2018年8月 USC バンタム級初の防衛戦としてコーディ・ガーブラントとのダイレクトリマッチが決定、しかしディラショーはコーディはベルトを防衛しないでノックアウトされたのになぜ即再戦を与えなければならないんだ、これはスポーツだ、列に並んでほしい、私がドミニク・クルーズに1対2の判定で敗れてからタイトル挑戦まで2年かかった、そこに戻るまで2年だ、私はそこに行くまでに2人のナンバーワンコンテンダーを倒した、これはスポーツだから努力しなければならないしその後にチャンスを得るべきだ、だが USC がコーディとの試合を望んでいるのならもう一度コーディを倒す、私は彼と彼のチームから多くのいじめを受けてきた、だからコーディは再びそれを償うべきなんだ、このスポーツはクレイジーでいつも何かが起こる可能性がある、みんないつもそのために準備をしていてその試合のために緊張している、彼がどう来ようと私は準備ができていると話しておりました。試合は1ラウンド中盤にディラショーが右フック連打でダウンを奪ってからペースをつかみ、1ラウンド終盤にスタンドパンチ連打で TKO 勝ち、王座の初防衛に成功しガーブラントを返り討ちにしました。
試合後ディラショーは右で彼を倒す計画をしていた。コーディは大きな右のパンチを出すのが好きだが、その度に左手が下がる。彼は左フックを打とうとする。確かに速い。彼は自慢の右手に左手もある。でも彼は左手をポケットに下げる癖がある。俺は彼が大きな右のパンチを出す時が来るのを待っていた。気分は最高だね。ベルトのために多くのことをしてきたし、かつての友人だったチームアルファメールの連中からもいろいろ言われてきたから、こっちはもう吹っ切れたけど、彼らには今の気分はどうだいと言いたいと話しました。因縁の相手から2度勝利したディラショーは USC2 階級制覇という次なる挑戦に向けて動き出します。2019年1月、1階級下の USC フライ級王者ヘンリー・セフードとの USC フライ級タイトルマッチへの挑戦が決定しました。当時 USC フライ級王者ヘンリー・セフードはレスリング北京オリンピック金メダリスト。前戦では USC フライ級王座防衛記録11回を持つ、強すぎて相手がおらず堀口恭司選手も倒した経験を持つデメトリアス・ジョンソンに勝利し、 USC フライ級新王者に輝いておりました。USC フライ級は2012年の設立から2018年8月セフードに敗れるまで約6年間デメトリアス・ジョンソンが絶対王者として君臨しておりました。USC フライ級王座防衛記録11回を持つ王者が君臨していながらも、ペーパービューは他の階級に比べ圧倒的に売れず、 USC フライ級は人気がありませんでした。その状況から USC フライ級を廃止するという話が出始め、 USC フライ級の契約選手がランカーにもかかわらず次々とリリースされていきました。試合前 USC 代表デイナ・ホワイトは、今は USC フライ級の見通しが暗い、ただヘンリー・セフード VS DJ ディラショーはやるわけだし、まずはそれがどうなるかを見守りたい、私はずっとこの階級のために頑張ってきたが、みんなはクレイジーなのか、彼らの試合は面白くないのか、チャンピオンのことが好きじゃないのかと思っていた。だがみんなの心には刺さらなかった。あれだけ優秀なチャンピオンがいたのに人気階級にならなかった。フライ級が廃止されたとしても、ジョセフ・ベナビデスのように大幅な減量していたファイターは階級を上げればいい。彼らは数字を持っていなかった。ペーパービューも売れなかった。なぜそうなったのかわからない。小さなファイターのファンじゃなければ真の格闘技ファンとは言えない。デメトリアス・ジョンソンは本当に才能があったし、その他のファイターもそうだ。今後はまずヘンリー・セフード VS DJ ディラショーを見てからだとコメントしました。試合前 DJ ディラショーは、 USC はフライ級を廃止させたいと思っていたので、俺に階級を落としてもう一つベルトを取らせようとして俺に大金を支払った。ウィンウィンだよ。俺は2階級チャンピオンになり、さらなるレガシーを築く。最後のフライ級チャンピオンになると話すと、ヘンリー・セフードは真のフライ級がどういうものか見せてやる。俺が DJ ディラショーを倒してフライ級王座を防衛し、フライ級も復活する。この階級は終わっちゃいない。 DJ ディラショーにはその犠牲になってもらう。フライ級ファイター全員が俺を応援してくれたら嬉しい。この階級のため、この階級のファイターのため、その家族のための戦いだ。これはシンデレラストーリーだと話しました。内容、結果によっては USC 最後のフライ級タイトルマッチになる可能性があったこの試合は衝撃の結末を迎えます。試合開始直後にセフードの右フックでディラショーはダウン。最後はバウンドで1ラウンドわずか32秒で TKO 負けを喫し、フライ級王座獲得に失敗しました。試合後ヘンリー・セフードは、人生をかけてがむしゃらにやってきた、史上最強の一人を倒したんだ、この試合はフライ級の将来を左右する重要なものだった、階級のみんなを代表して戦った、フライ級の名誉をかけて戦った、この階級を潰すなんて考えないでくれ、デイナしっかり話し合おうとコメントしました。試合後 USC 代表デイナ・ホワイトは、私はフライ級が消滅すると言ったことがあったが、亡くなると言ったことがあったが、存続は間違いない、ヘンリー・セフードには心を打たれた、デメトリアス・ジョンソン戦は本当の勝利じゃないという声もあったが、もう彼のことを否定することはできない、素晴らしいと話しました。その後 USC フライ級は新規契約者も増え、現在も USC フライ級は存続しております。現在 USC フライ級が存続しているのはヘンリー・セフードのおかげと言っても過言ではありません。敗北を喫し、2階級制覇挑戦に失敗した TJ ディラショーでしたが、2019年3月、自身のインスタグラムでヘンリー・セフード戦で自身にアンチドーピング規則違反があったため、 USC バンタム級王座を返上することを発表しました。その後、全米アンチドーピング機関であるUSADAは、ディラショーから禁止薬物 EPO の陽性反応が出たこと、そしてディラショーに2年間の出場停止を課したことを発表されました。ディラショーは、フライ級は減量が想像していたよりもはるかに厳しく貧血状態になったそうで、体重を落としやすくもなり、貧血治療薬でもある EPO を摂取したそうです。ディラショーの取った EPO は筋肉への酸素供給量を高め、持久力を向上させる効果があるため、重いドーピング違反として2年間の出場停止が下されました。DJ ディラショーは、間違ったことをしてしまった、これについては自分自身を許すことができていない、私がやってきたことに批判や疑いがあることは理解している、
でも残念なのは、私がコーチ、家族、チームメイトに悪いイメージをもたらしてしまったことだ。彼らは今回のことに関わっていなかったから、彼らに対して最も悪いことをしたと感じている。みんなからはゲイ失せろと言われたが、それが正しい方法だとは思わない。息子にはミスをしたらこうなるということを見せないといけない。2年間洞窟に隠れてヒゲを生やした方がいいんじゃないかと思ったが、俺はファイターだ。このことを乗り越えないといけない。俺はこれで終わったわけじゃない。俺は復帰するし、より強くなって戻ってくる。俺の実績はハードワークにより培われたもので、誤った行為によるものではないことを証明する。それが俺のできることの全てだと話しました。反省の意を述べたディラショーでしたが、 USC コメンテータージョー・ローガンのポッドキャストにゲスト出演した際、アルファメール時代からステロイドを使いまくり、トレーニングをたくさんしていたことを堂々と話していたり、出場停止期間中にグリーンジュースというスムージー屋をオープンさせておりました。ジュースとはドーピングの隠語でもあります。どうやらディラショーは懲りてなさそうです。USC バンタム級王者に2度輝き、計3度防衛している最強王者の一人だった TJ ディラショーでしたが、ドーピング違反で過去の試合も真の強さかどうか疑わざるを得ない状況はとてもショックでした。そんな TJ ディラショーが2年間の出場停止処分が明け復帰します。2021年7月25日 TJ ディラショーの復帰戦として TJ ディラショー VS2 位ホーリーサンドヘイゲンの対戦が決定しております。ホーリーサンドヘイゲンは情に花のある試合をするバンタム級屈指のストライカー。またディラショーとはかつてエレベーションファイトチームへ同門だった練習パートナー。2020年10月、当時ランキング1位のバルロン・モラエスにスピニングバックキックでダウンを奪っての KO 勝ち。前線の2021年2月ランキング4位の元 UFC ライト級王者フランク・エドガーと対戦し、ビートビ膝蹴りで開始28秒の衝撃 KO 勝ち。キレのある打撃で衝撃的なフィニッシュを連発しており、現在限りなく王者に近い存在です。ディラショーは、彼は2ついい勝ち方をしているから、みんなは彼のことを持ち上げすぎなんだが、俺にとっては再びトップに立つために非常にいい試合だ。年末までにはベルトを巻くと話しております。2年間の出場停止処分が明け、さすがにクリーンになっているであろう DJ ディラショーの復帰戦。現在絶対王者不在、群雄割拠の USC バンタム級に過去の絶対王者 DJ ディラショーが加わり、さらなる盛り上がりを見せるであろう USC バンタム級。2年前大きな失敗をしたディラショーがクリーンな状態で這い上がるストーリーを見せてほしいです。以上です。 USC ファイターズ館シリーズ13人目は DJ ディラショーを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。